鮎川翔の大人クラブです。いや、また来ちゃいましたね。なぜかというと、前に対談した時に釣りが絶対したいという、そういう願いを叶えようという、そういう企画であります。今回のゲストは、はい、この方、よいしょ、トロヒゲさんです。ありがとうございます。どうも、釣りがしたいってね。はい、もう絶対釣りがしたい。ほんまに叶えていただけるとは。やりました、八丈島。いや、もう何回もスケジュール調整したよ。本当にやっと実現、ヒコロヒーさんの釣り企画。前回対談した時のこんなやり取りがきっかけでした。こういう遊びに挑戦したいなとか。釣りはちょっとやってみたいですね。釣りはいいと思うな。釣りは覚えてよ。釣りいいっすね。八丈行ったら釣れるよ。八丈島行ったら結構何でも釣れますか。カンパチも釣れるし。うわ、めっちゃいいな。赤旗なんかも釣れる。うわ、めっちゃいいやん。むちゃくちゃ釣れるよ。と、この会話がきっかけで実現。ほんまに来れた八丈島。初めてです。生まれて初めて。まあ、今日は釣りですよ。釣り、うん、どうですか、このあったかさって釣れるんですか。ね、本当はもうちょっと水温高い方が釣れる。あ、なるほど。食いしぶりがあるけど、まあでも釣れないことはない。あの赤旗というね、美味しい魚だから。よいしょ。釣りは経験は、したことはあるんですけど、ね、ね、でもほとんどないみたいなもんです。ほとんどない、はい。まあ頑張って赤旗狙って、はい、行きましょう。よいしょ。頑張って釣りましょう。ありがとうございます。よろしく。今回はほとんど初心者ヒコロヒーさんに、翔さんが釣りの手ほどきをしながら楽しんでいきましょう。緊張してきた。緊張し、なんで緊張するの。ただ釣るだけだよ。ただ釣るだけ。楽しみ。面白いよ。魚がこうつっつく感触が、うん、竿に伝わるとむちゃくちゃ面白いね。酔いますかね、船酔い。酔わない。酔わない。うん、酔わない。俺酔ったことないもん、船酔い。したことない。一回もですか。一回もない。うん、三半規管強いんですよ。強いんだね。俺ほら機械体操部だったから、くる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 回ってたから。そこで鍛えられて。多分強いと思うよ。まあでもね、どうしても船酔いしたくない人は、朝という寝る前ね、自分のベッドでも布団でもいいんだけど、前転後転前転後転って毎日5回前転後転前転後転で毎日5回ずつやっとけば、はい、一月もやれば酔わないよ。もう本当ですか。本当慣れて。おお、今日の海はちょっと荒れてるかも。と、そこへ、後ろ、後ろ、あの船が今来てるから。でも初めてこんな、こんな距離で見るかも。2匹。なんとクジラがいるとの情報が。もう逃げたんじゃないの。逃げちゃったんじゃない。もう、ああ来た来た来た。あ、どこどこ。あ、いる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 。あ、いるいる。お、見えるじゃん。すごい。お、すごいじゃん。あれ何クジラ？クジラ？ザトウクジラ。うわ。クジラが見られたな。おい、今のいいショットだね。潮吹き。八丈島ってそんな、こんなところなんですか？え？でかい。でかい。でかい。でかいよ。むちゃくちゃでかいじゃん。クジラ出たね。魚やべんじゃないかこれ。魚が逃げちゃうんじゃないかと心配な翔さんですが、クジラ、親子のクジラに秘められたラッキー、天気釣りせんくてもいいかも。翔さんはすでに釣りモード。はい、やりますよ。まずはレクチャーから始めましょう。やるってよ。これさ、はい、ここにほら、こう親指のここにこれがボタンがあるから、これをそれで落とす。24メーターぐらいなんで、これで着いたね。これで着きました。下着きました。はい、下着いた。トン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 って、はい、ビクビクってくるから、こうやりながらそこをトントンしてください。トントン、見本を見せながらトントンしていると、もう来た、もう来たよ。もう来た、もう来たよ。もう来た、もう来たよ。ほら、そこつけた瞬間に来たよ。ええ、マジかよ。イエーイ、おわ、でかいわ、おでかいわ、よいしょー、ほらでかい、ほら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 、こんなすぐ釣れた。こんなの来んだから。なにこれ、いい赤旗じゃん。いきなり来たよ。すごっ。さらにヒコロヒーさんにも来た。あ、来た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 。巻いて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 
来てる？分からへん。ある？ど、いや、まだ当たりある？当たりとは。あ、いる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 。あ、いるいる。釣れた、釣れた。カワタだ。やったやった。わいいね。なんと一投目で釣れました。釣ったよ、釣った。早い、すごい。これ嬉しいよね。嬉しい。これは嬉しいわ。感触分かった？分かりました。うん、分かった。なるほど。どうですか、一投目で。楽しい。釣れた感想は？楽しい。ちゃんと出だしは好調です。その後も来たよ、来たよ、来たよ。わ、すごいすごいすごい。来たよ、来たよ。よっしゃー、来た。もう来た。うわ、来てる来てる。大きい、それ大きい。えっ、うわー、口が、口がでかい。すごいな。ほら来た、ほら来た。もう入れ食い状態。あ、来た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 。すごいね、いるね。大きい。よいしょー。おー、でかいでかい。やった、めっちゃ楽しいです。これは楽しい。クジラ見たら釣れないとか言って釣れてんじゃないかな。対決できそうだよね。ここで急遽対決企画に変更。じゃあ勝負だよ。な、何分以内とかなんですか？先、いや、もう、もう釣れないよっていうまで行くよ。よいしょ。いい？行きましょう。はい、じゃあ行こう。翔さんの負けられない戦いスタート。釣り歴うん十年の翔さんとほぼ初心者のヒコロヒーさん、一匹差で対決スタートです。時間制限のない翔さん。そう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 、もう釣れるまで頑張るみたいな。負けるわけにいかない。うん、早速翔さんに当たりが。食った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 、はい、あ、食ったけど外した。食ったけど外したよ。あ、餌がねえじゃん。餌がねえじゃん。完全毒。うわ、ヒコロヒーさん、いい感じです。やりました。よっしゃよっしゃ。来てっかな、これ。あれ？外れたな。外れた。餌外れたよ、今。そこまで来てたのにな。釣らないと、ちょっと。ちょっと釣らないと。大丈夫。大丈夫。ちょっと翔さんに焦りが見えてきましたかね。今当たったけどね。当たってんだけどな。食わねえんだよな。よし、来た。よし。あー、寝かかりちゃう。あー、根に潜った。目に潜っちゃったよ。うわ、かかったのに今。かかった？かかったのに潜った。いやー、今。今、グッて持っていかれた。勝負になると俺いつもこうなんだね。勝負になるとこうなっちゃった。自滅する翔さんを尻目に。いいよ。はい、ストップ。あ、でもなんか感覚分かってきた。うわやばい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 。初心者ヒコロヒーさん、着実にリード。あ、でかい。これはでかい。こいつはでかい。こいつはでかい。うわぁ、重いなこれ。翔さんも負けじと。オッケー。おぉ、でかいでかい。でかいでかい。大物をゲット。すぐ行くよ、すぐ行くよ。やばいやばい、負けてられへん。すぐ行くよ。オッケー。オッケー。来た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 。よっしゃ。お、でかいわ。でかいでかい。せーの、よいしょ。ほら、でかい、ほら。ほら、でかい、ほら。すごい。よっしゃ、よっしゃ、でかい。よいしょ。よし、これで並ぶぞ。よし、これで並んだ。OK。今、同点。同点。同点か。やったー。よし、頑張んないと。同点でポイント移動です。こういうのテレビで魚釣りで対決しようなんて全然釣れないんだけどね、普段はね。こんだけ釣れるといいわ。あ、つくよつくよつくよ。やるよ、やるよやるよ。さあ、頑張って釣ろう。でも今日のヒコロヒーさん持ってますよ。
ちょっとね、2匹ぐらい差を広げたいな。おお、もう当たってる。翔さんが釣ればヒコロヒーさんも即釣るという一進一退の攻防が続きますが、ヒコロヒーさんの勢いが止まりません。え、また釣れた。うわ、いい音ね。ヒコロヒーさん、大物の予感です。なになに、これオキアジって美味しい魚。何が釣れたと、ヒコロヒーさんが違う魚を釣ったと同時に翔さんにも当たりが。よし、来た。うわ、なんじゃこいつ。違う魚、でかい。違うの出た。うわ、2匹釣れてる。え、違うの釣れたって。同時に赤旗以外の魚をゲット。すごい偶然。でもちょっと船酔いがもうすぐそこまで来てるかもしれない。休憩してる？あ、ついに休憩した？ちょっとすぐそこまで船酔いが来てます。やばい？大丈夫？大丈夫です。大丈夫。心配していた船酔い、ちょっと休憩です。でもここは対決中ということで、マネージャーさんが急遽参戦。しかもしっかり釣ってます。おお、すごい。やべえな。よし、これであと1匹だ。これはそんなにでかくない。頑張るよ、赤旗。8匹、1匹さ、8対9。よし、あと1匹か。よし、絶対負けるわけにいかんもんな。相手が初心者だろうと本気で勝負。それが翔さん。さあ、行くよ。はい、オッケー。ヒコロヒーさん復活です。さあ、頑張って釣ろう。よし、来た。よし、9匹目来たぞ、9匹目。あー、なんだよ、カワハギじゃねえかよ。カワハギでした。こいつが引くんだよね。さあ、ヒコロヒーさんチャンス。大変、これ左手が。ヒコロヒーさんの魚は赤いですよ。あー、やばい、釣れてる。赤旗釣れてんじゃん。なんで俺カワハギなのに。やばいな、2匹さ来てる。ヒコロヒーさん止まりません。来たよ。しっかり赤旗をゲット。また釣った？あれ、やばいじゃん。翔さんを追い込んでいきます。もう3匹も差がつけられてさ、どういうことなのこれ、餌だけ取られて。と、ここで餌のつけ方を改良する翔さん。よし、これでどうだ。これで釣れねえか。どうやら本気モード入りました。初心者に負けるわけには。さあ、追い上げたいところ。来た。うわ、またカワハギじゃねえかこれ。お、赤旗だった。よいしょ、赤旗だった。オッケー。あと3匹、あと2匹か。あと2匹。ヒコロヒーさんも真剣モード。おお、え、釣れた。やばい。あ、うー、見事赤旗をゲット。さあ、やばい、3匹になった。また、はい、オッケー。大丈夫ですか。ないよね。ちょっとだけ休憩します。はい、ここで再び休憩。初心者には辛い揺れです。でも翔さんの本気モードは続きます。これは赤旗かも。これは赤旗かもな。よし、赤旗だ。オッケー、赤旗だ。あと2匹。ヒコロヒーさん休憩中はマネージャーさんが守ります。また釣ったの。また釣った。はい、赤旗。やばいじゃん、また3匹。なかなか追いつけず。よし来た。よし、よっしゃ、よっしゃ。うわー、ベラだ。あ、赤旗だ。せーの、よいしょ、オッケー。
あと2匹、あと2匹来た。おーでかい、そりゃでかいわ。チーム松竹芸能強し、今日一番の大物です。よっしゃよっしゃよいしょよっしゃ、刀、オッケー、オッケー、これで2匹か。よし、翔さんも負けじと追い上げたいところですが、これはでかいぞ。うわ、なにこれ、なにこいつ、うわ、またこっから引く、なにこいつ、なにこいつ、え、なに、マノミって、クマノミ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、美味しくない、美味しくない、これは逃がそう、いや逃がそう、じゃ美味しくない。なんだよ、いい引きしたのにでかい、めちゃくちゃ引いたよ今ね。あんなに翔さん2匹差、ね、縮まってませんよ。まあね、さあヒコロヒーさん再復活です。あ、1個食べられてる。赤旗釣んなくちゃいけないのに違うのが釣れてね、どうしようもない。よし来た、食ったよ、赤旗だ、13匹目、オッケー、よし13匹、オッケー、13匹、坊主、あー釣れた、おーい、また2匹差です。追っては離されの展開が続きます。よし来た、うわでかい、 でかいでかいでかい、よし、オッケー、やばい、うわ、 16? やべえじゃねえかよ。やばいですよ、翔さん、来た、来たよ、今これで15匹目。うわ、誰か引っかか、やっぱそれが引っかかっちゃうんだね。あと1匹行こう。来た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 よ、よし来た、よっしゃ赤旗だ、よいしょ、オッケー、ほらほら、でかいでかい、同点、よし、じゃあここで終わるか、同点、セーフ、楽しかった、同点だ、よかった、楽しかったです。こんな釣れないよ普段。よかった。誰も傷つかない見事な相川ルール。釣果も最高でした。お二人ともお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。戻ってきました。ありがとうございます。いや、いい釣果だったね。本当に楽しかったです。めっちゃ。びっくりした。最初はさ、釣りを教えようかなと思ったんだけど、はい、もう教えるところじゃなかったね。もうなんか3匹ぐらい行った時にさ、いや、なんか戦いましょうなんて話になっちゃっていきなりスイッチ入っちゃったもん ね、 ね、まあ、今日の釣果ですが、はい、こんな感じ。すごい釣れた。ねえ、すごい釣れたね。 どうですか、これこんなに釣れるもんですか。いやいや、釣れてる方、16対16ですよ。おもう俺途中まで3匹ぐらい差をつけられて、はい、これやっばいなと思ったんだけど、あの後半まくりましたね。はい、さすが。ちょっとまたリベンジしに来させてください。ね、はい、初めての人にとってはすごくいい釣り。めちゃくちゃ楽しかったです。楽しいでしょ。こんな、だってもう全部分かりました、釣りの。分かったでしょ。はい、ガッガッガッって来るのは分かったでしょ。はい、次はでんぐり返しいっぱいしてから。あ、ね、そうだね、はい。言わないようにね。はい、まあでも頑張りましたよ。はい、よかった。いや本当にあの楽しい釣りができて、うん、よかったと思います。はい、あのまだ まだね、今日明日ちょっと。あるんで、ちょっとあとでちょっと探索してみようかな。はい、ありがとうございます。うん、やっとスケジュール調整した甲斐がありましたと、締めのコメントを取り終えたところに珍しいお客さんが。ウミガメがやってきました。これにはびっくり。はあ、すごい。こいつらすごいね。長年通ってるけど初めてだもん。だってカメが来るぜ。でもここまでやっぱ慣れてるのって初めてだね、俺も。クジラにウミガメ、いいもん見れました。そこに漁から戻った漁船が。なんか今水揚げされるって言ったら金目鯛らしい。
300メートルぐらい。300メートル。ちょっと見させてもらおう。金目鯛と目鯛。目鯛とね。すごくないですか。はい。取れたての金目鯛です。うわ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 。でかい。でかいよ。これでどれくらい目方？目方はこれで1キロぐらい。1キロぐらい。4000円です。わあ。これ持って逃げてもいいですか？キロ4000円だって。300キロ。300キロ。いい上がりだ。いい上がりだ。1回の漁で120万円。まさに漁の醍醐味を目の当たりにした翔さんとヒコロヒーさんでした。港を後にして八丈島探索へ。まずやってきたのは荒波で削られた丸い石だけで積み重ねられた玉石垣。歴史を感じます。海から運んできたらしいんだよね。ほう。その方々が、はい、一個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 、うん、運んできて、ここに一個運んでくるとおにぎり一個もらえたらしい。六方積み。こうほら真ん中を置くとこう六個にこう囲まれてるっていう、この積み方がやっぱ地震にも強いし台風にも強いっていう、江戸時代から全然壊れないっていうね。すごいな。やっぱそういう積み方をしてるっていう、こういう風に積んだ方がいいよっていうことを誰か考えたんだろうね。すごいな。まあ綺麗に並んでるわ ね本当に。いや面白い。なんかほんまに賢い人による作られたものって感じですよね。俺らがやったらぐちぐちだろうね。そして南原千畳岩海岸に、八丈島が誇る絶景の夕日スポットです。水平線に消えていく太陽、素敵ですね。落ちるよ。久々見だな俺ここまで。うわー、あー来た。おお、今日も一日が終わった。いい感じ。なんか久しぶりになんかゆっくり沈むの見たな。綺麗でしたね。もう沈み切った後の空も綺麗ですね。綺麗だね。日の出と日の入りは結構いいね、うん、結構感動する。さあ夜は味に感動。釣ったばかりの新鮮な魚を味わいました。人生初、うん、うまそう。ほら、あ、おいしい。意外とこっちが効くね、うん、みんな一面ずつ目々に、うん、あ、うん、おいしいおいしい。今回も歓迎の八丈太鼓を披露していただき盛り上がりました。次の日は八丈島山下町長を表敬訪問。おはようございます。失礼します。4000円、おめでとうございます。いやいや、おめでとうございます。はい、すいません、はじめまして、ヒコロヒーと申します。テレビでやります。ありがとうございます。あの、ショーさんのこれです。あ、そう。やらせていただきます。なんだそれ。山下町長と昨日の釣りの話で盛り上がりました。最近は観光客があるアニメの影響で増えているそうです。でもなんかコナンの影響で。そうなんですよね。ありがたく観光客。そうですね。ね、どうでした八丈？もうとってもいいところで、かなり好きになりました。長ちゃん、私あの情け島、はい、大好きなんですけど。酒？はい、お酒です。酒大好きなんです。ありますよ。だってちょっと用意してたんですよ。え、嘘。なんとお土産にお酒を用意してくれていました。お酒大好きヒコロヒーさんはすかさずある提案を。その焼酎大使。焼酎大使、まあ、温泉大使原田さんで、はい、焼酎大使ヒコロヒーですね。自然とバナナか。じゃあ今度飲み比べてみないと。え、一回勝負しなくちゃいけない。半端じゃないからね。嘘。半端。島の人、まあ、長女は相当強いよ。飲み比べて買ったら食につけるって。すごい海賊の話みたいですね。ヒコロヒーさん、焼酎大使を目指してサインを申請。
山下町長、お忙しい中ありがとうございました。今回の旅いかがでしたか？ありがとうございました。いや、どうもどうも、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか？願いは叶いましたか？ありがとうございます。本当に叶えていただいて。叶った。もう叶いました。叶うどころかもう予想してたよりもよかった。釣り自体面白かったですし、ね、この八丈島がもう本当に、八丈島いいんだよね。来てみないと分かんない良さみたいなめっちゃありました ね。 そうだよね。人々もおおらかで、そうだ、ね、優しくて、うん、なんかほんまに老後ここで生活したいなと思いますね。ああ、そういうのもある、はい。まあ、近いしね。近いですね。飛行機ですぐだし、40分ぐらいついて、最高や。釣りは相当良かった。めちゃくちゃ楽しかったです。まあ、でもこれで趣味の一つに釣りって入るんじゃない？絶対入ります。これでもあとは東京でもできるんですよね。東京でも釣りはできるよ。釣りはできる、うん、だから近場だったらアジとかが釣れるし、まずは東京あたりで、うん、あのでんぐり返ししながら近場で調整するっていうのを繰り返して、そうそう、1年後ぐらいにあのまたプライベートで八丈島来て、はい、当たった食べても美味しいした、はい、美味しかったですね。うまいよね。うん、美味しかった。いや、でもまだまだね、八丈島のいいところいっぱいあるし、うん、季節によってまた感じ方も変わってくると思う。なるほど。そうや、だって今回あのたくさん連れて行っていただきましたけど、多分まだまだってことですもんね。まだまだまだいっぱい季節の移ろいとともに、うん、最近は仕事忙しいみたいだけどなんか遊べてますか？ほとんどそのがっつりっていうのなかったので、本当に今日がなんかもうその浄化されたような。昨日それは良かったね。いや本当にありがとうございます。いやでもこう洗濯、命の洗濯じゃないけどいいとこだよね。本当に、うん、もういろいろラッキーで、うん、ありがたかった。いや良かった。それくらい喜んでもらうとね。いやもうめちゃめちゃこれ本当に疲れてる、疲れ果ててる、うん、あの芸人いっぱいいると思うんでそう、その人たちへのこの浄化仕事として いっぱい連れてきてあげてください。私も紹介させていただくんで。あ、そう、はい、分かった。相川翔さんが夢みたいなところ連れててくれると。釣り好き、はい、初心者でもいいよ。初心者でも、今回ではあの初心者でもいいということがね、あのわしみたいな立証されたからね、はい、うん、また八丈島来て遊びましょう。ぜひぜひ、本当にありがとうございました。今回ありがとうね。ありがとうございました。はい、どうもありがとう。以上でした。ありがとうございます。本気でやればやるほど遊びはもっと楽しくなる。相川翔の大人クラブ、また次回。